田防衛大臣はトランプ大統領が国防費の大幅な増加を目指す方針を示したことについて次のようにした。トランプ大統領はこれまでも米軍の強化について、繰り返して表明をされておりまして、今回の発言についても、その一環というふうに認識をいたしております。今後どのように具体化されていくのか、注視をしていきたいと思います。